柳沢慎吾は日本のタレント、俳優、本名同じ、神奈川県小田原市出身、立花学園松田高等学校卒業、血液型は AB 型、身長は167センチメートル、愛称は慎吾ちゃん、ハーキュリーズ所属、幼少時からテレビ好きで、テレビで見たものを真似ては友達を喜ばせていた、家族構成は本人、両親、 1> 姉一人、実家は自営業で、柳沢商店を経営している。素人時代から、お笑いコンビ、てっちゃんしんちゃんを組んで、t v ジョッキーなどに出演。1978年、銀座ナウの素人コメディアン道場で、第19代チャンピオンとなり、デビュー。その後、3年 B 組、金八先生のヤンキー生徒役で、柳沢純後名義で、テレビドラマデビュー。 不揃いのリンゴたちなどで俳優としての地位を確立。その後は俳優として活動するから、バラエティ番組ではうるさい、落ち着きのないキャラクターを披露し、特に1989年にトンネルズの特番、人気なき花の芸能界全部乗っ取らせていただきます。スペシャルで放送された芸能人ネルトンコーナーにおいてごめんなさいを受けた際に言い放った、あばよ。 の決め台リフは大ブレイクした。3回目は飛び切りの美女とのデートが実現したが、実はニューハーフで、お前が女だったら、俺もお前に惚れてたよ、アバよ、と別れを告げた。1986年、エランドール賞新人賞受賞。1992年に一般人女性と結婚。デビュー以降急速に人気を獲得していったが、急に多忙になったために、 精神的に追い込まれ、AD や裏方スタッフに怒鳴り散らすことが多かった。しかし、その後仕事を減らしてみて、自分は周囲のスタッフに恵まれていると感謝できるようになったとのこと。本人はこのことについて、今思うと、あのめちゃめちゃ忙しかった経験が、その後の自分を支えてくれている気がしますと、回想している。特に彼の持ちネタとしては、 自分が体験したり見た事柄を、一人で身振り手振りと怖い色、時には自分の所持品やその場に見えるものを巧みに利用し、再現するコントのような一人芝居を行う。中でもお箱の、警察24時や、甲子園ネタや山城信吾、石立鉄夫などのものまねもする。また、水を飲もうと口に近づけたコップを歯にぶつけたり、リップクリームを唇だけでなく、 眉毛に塗ったりするなどの小ネタも多い。トーク番組では、高田純次やルー大芝や江頭2時50分などと、同様に最初はテンションが高く暴れているが、出番前の楽屋からずっとハイテンションなために最後には、疲れてテンションが低く人の話を聞かないことがある。なお、関根マリはタイプの似ているこの二人を理想の男性に挙げている。このことについて、 アサザの父親である、関根勤トムは、俺の育て方は間違っていなかったと実会している。うっちゃんなんちゃんのやるならやらねば。で、不揃いのリンゴたちパロディを行った際に、南原清隆が柳沢役を演じ、その後、柳沢本人も登場した。以後、うっちゃんなんちゃんとは親しい間柄になった。親友の京本正樹と二人揃うと、 芸人つぶしと言われ、うんなんの気分は上々。での、なんちゃんしんちゃん、けいさまの旅をはじめとして、本職の芸人を食うトークを見せる。京本とは、ホテルで共演して、以来、兄弟と呼び合う中で、お互い毎年最初に会う芸能人と決めており、他の芸能人から、誘いがあっても断っている。その他、火曜、サプライズでは、河本淳一と共に、 様、イ様、誠ちゃん飛ばすで飛ばすぜい。ウィズ・川本で共演した。本人曰く、テレビ番組出演時と、プライベートとではテンションが全く変わらないとのこと。気分は上々。の、しんちゃん・なんちゃんのセブ島の旅では、勝又・邦和と共演し、宿泊したホテルで夜は柳沢が、南原の睡眠を妨害し、朝は勝又が、南原らを強引に起こし、南原を困らせた。 若手の頃、テレビ番組で自身の家系の男性が全員ハゲ頭であるため、自身の将来の髪について心配していると語っていたことがあるが、1990年代以降見た目と髪型はほとんど変わっていない。自宅で高校野球中継を見るために50インチのプラズマテレビを購入した。警視庁24時を放送する日はリアルタイムで見たいがため、 気晴らしで行く温泉旅行をキャンセルする。愛車は、トヨタ 2000GT と、メルセデスベンツ S600 ロリンザー仕様だが、ベンツの方は、志村所の戦うお正月の、ペーパードライバー対決で、運転手の西村智美により、あちこち散々ぶつけられている。プロ野球は、横浜 DNA ベイスターズと埼玉西部ライオンズのファンである。2010年5月1日、 出身地である小田原市の初代小田原ふるさと大使に任命された。ありがとうございます。